ボンダスの T ハンドルは六角およびスター用の優れた T ハンドルとして知られており、その理由は簡単にわかります。ボンダスの T ハンドルは時には六角レンチよりも使いやすく、より少ない力で片手でもドライバー形状よりも大きなトルクをかけることができます。両手ではどんな現場作業でも十分なトルクがかけられます。 T ハンドルには様々な種類のハンドルがありますが、ボンダスの T ハンドルはよく考えられた実際に使い勝手の良い優れた工具です。その理由はここにあります。ボンダスの T ハンドルには快適さ、握りの良さの両方を兼ね備えたクッションがついています。高質のプラスチックハンドルにはいずれもありません。手のひらは平らでないため、ボンダスのハンドルは手の曲線に合わせていますので、従来のまっすぐなハンドルよりも快適に作業ができます。 圧力は手のひら全体に均等に配分されます。ピストルグリップは良いアイデアのように思いますが、圧力をうまく配分しないため、ハンドルの短い側が手に食い込んでしまいます。ボンダスのハンドルのブレードは長く、短いハンドルでは指の間にできてしまう水ぶくれを防ぎます。 ハンドル直径は快適にフィットするサイズになっており、水ぶくれの原因となるザラつきやつき目はありません。このようなハンドルでは長さは十分ですが幅が広すぎます。トルクがかかるとすぐに作業時に痛みを感じます。また、つぎ目やザラつきが少し表面にあり、指の間に水ぶくれができることがあります。ループ型 T ハンドルにはいくつかの問題点があります。 ハンドルはトルクがかかると屈曲し分離するためトルクが解放されハンドルが元に戻ってくる時に指を挟んでしまいます。またネジが取れてハンドルが跳ね返る際に手に痛みを伴うこともあります。ハンドルのサイズは極めて重要です。ボンダスはサイズごとにハンドルの大きさが違う唯一のメーカーなのでオーバートルクまたはボールポイントがすり減ったり欠けたりすることがありません。これほど大きいハンドルにはトルクがかかりすぎます。 ですから、ボールポイントが簡単に折れてしまう可能性があります。あまり大きな問題ではないかもしれませんが、ざらつきのために汚れを拭くことができないハンドルは、すぐに工具外を折れてしまいます。ボンダスのハンドルはしっかり溶接されています。ブレードが緩むことは決してありません。競合メーカーのハンドルと軸との接続部は溶接されていません。それらは緩んだり、滑ったり、最終的に抜け落ちたりすることもあります。 ボンダスの T ハンドルには他の競合メーカーにはないもう一つの特性があります。ハンドルの重さによりフライホイール効果を生み出すことができ、ネジの挿入、取り出しの時間を節約することができます。これはプラスチック製の T ハンドルでは実現できない作業です。ボンダスには他にはない多くの種類の六角及びスターティーハンドルを製造しています。5種類のチップがあり、全サイズ軸長 152mm、229mm。 サイズごとに軸長が違う T ハンドル。各種サイズがあります。合計では28種類のセット。105種類の T ハンドルから選択ができます。現場で T ハンドルが必要な時は、ボンダスの T ハンドルを選定してください。プロ用の T ハンドルをお探しの場合、ボンダスの T ハンドルは必要な強度、特性、そして選択を全て兼ね備えています。ボンダスの工具は作業時間を節約し、長時間の使用に持ちこたえます。